今日午後0時半ごろ、尾張旭市新井の愛知県森林公園で、70代くらいの男女がイノシシに襲われたと公園スタッフから消防に通報がありました。2人は救急搬送され、三重県四日市市から来園していた男性が両足に牙が刺さるなどし重傷です。また助けに入った公園スタッフの女性も両足を噛まれるなどの怪我をしました。消防によりますと、男性は妻と植物園を訪れていたところ、イノシシに襲われたということです。あ、私も一回見たんですけど、展示館の近くで見ましたけど、時々出るみたいです。警察はイノシシを見かけても刺激しないよう注意を呼びかけています。